生えてる草まりもちゃん東京エディション虎ノ門到着。そして誰と来て、あ、映っちゃった、ふみなちゃんと来てます。何言われ映っちゃった、しかもまりもちゃんってなんだし今から何しに行きますか。今日はじゅんちゃんとアフターヌーンティーをしに行きます。はい、ドレスコードは揃えて白です。白です。行ってきます。行ってきます。31階だって。なんていいですね。めっちゃいい。え、気は超綺麗なんだけど。綺麗。すごい綺麗ですね。綺麗な雰囲気。でもさ、動画がズームすぎてさ、残念なんだよ。私が持とうか。じゃあちょっといい。うん、いいよ。イエーイ。イエーイ。声が響いてしまいます。ありがとうございます。オブジェ。てんてれん。オブジェの女やって。オブジェの女オブジェの女。私がオブジェの女で紹介されたみたいな。エレベーターで失礼いたします。ありがとうございます。31階で、31階で31階でありがとうございます。ずっとさ、エレベーターボーイの方が優しいからさ、あんまり見ちゃいけないからって言って、こうやって反対側の方をずっと見て、申し訳ないんだけど優しいなと思った。チーン来ました、見てください。あれ、これでアップル見えたらよくない。美味しそうや、美味しそうなスコーンがあります。自分を刺してるわけじゃないわけで。うわぁ、あはぁ、いえいえいえ、あららら、ら美味しそうですね。何よりも多分主役の方がこちらスコーンなんですけども、このアフタヌーンティーの醍醐味はスコーンが美味しいか美味しくないかっていうので判断させていただいてもよろしいでしょうか。隙間からおっぱい出したら何のツッコミもなかったわ。この後ろに見えるのがとか言ってくれるのかな。そして後ろに見えるのがこちらアフタヌーンティーに追加で付けさせていただきます。オプションですね。まあ、それでは食べさせていただきたいと思います。いただきます。どれから食べる。急に巣に戻るのやめてもらっていいですか。どれから食べる。どれから食べようか。では甘くない系じゃない。とりあえず顔を映した方がいいんじゃない。顔を映すポジションの。そうだよね。そう。いいですね。あーん、どうですか。思ったよりパンが…いやいや、見てる場所おかしいやろ。見てる場所おかしいやろ。パンじゃないかい。パン甘くない。パン甘いし、意外と…なんていうんだ、密度があってびっくりした。美味しい。美味しいね。食べていきたいと思います。アフタヌーンティー食べてお腹パンパンでした。だからシャツで隠してます。さあ、はい。Instagram, Twitter, TikTok, LINE、 YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。